ブッシュはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻艦名は米英戦争で戦死したウィリアム・シャープ・ブッシュ中尉にちなむ。ブッシュは1942年2月12日にカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘムスチール社で寄港した。1942年10月27日にマリオン・ジャクソンによって命名浸水し。 1943年5月10日に、艦長 WF ピーターソン中佐の指揮下収益した。1943年7月29日から11月27日まで、ブッシュはアラスカ海域で偵察及び護衛任務に従事する。1943年12月4日に、新珠湾に到着し、エリス諸島、ニューギニア、フィリピン、沖縄など、 太平洋の至るところで偵察、護衛及び火力支援任務に当たった。ビスマルク諸島では、グロスター岬の戦いや、ニューブリテン島、上陸、1943年12月26日から1944年3月31日までのアドミラルティ諸島進行、1月18日から21日までのニューギニアのセーダー攻撃、9月15日のモロタイ島 上陸、10月20日から24日のレーテ島、上陸、ルソン島では1944年12月12日から18日のミンドロ島、上陸、1945年1月4日から18日のリンガエワン上陸、2月19日から3月9日のイオウ島の戦い、4月1日から6日の沖縄戦など様々な戦闘に参加している。 1944年11月1日、レーテワンでの作戦活動中ブッシュは10機の日本軍機のうち2機を撃墜した。ブッシュは多数の破片を浴び、乗組員2名が負傷した。1945年4月の沖縄戦では、レーダーピケット任務にあたり、6日には特攻機3機の攻撃を受けたものの、少なくとも1機を撃墜した。15時15分に、 最初の敵機が一番煙突と二番煙突の間の右現上甲板に突入し、機関室前方で搭載爆弾及び魚雷が爆発した。ブッシュは大きく損傷したが、危険な状態にあるとは見なされず、栄光の要請が行われた。その後も特攻機の攻撃は続き、ブッシュの損傷が拡大したため自沈勝利を行わなければならなくなり、これほンが支援のために接近した。 17時25分、別の特攻機が、ブッシュの左減状甲板、煙突の間に突入し、船体を切断するほどの爆発が生じた。17時45分、3機目が左減状甲板に突入する。艦の弾薬のうちいくらかが誘爆し、中央部が破壊されたが、艦の前後部分で救助が行われた。激しいうねりが艦を振動させ、ブッシュは、 中央部から沈没し始めた。うねりは続き、艦の放棄が命じられた。沈没までに227名が救助され、87名は艦と共に失われた。ブッシュは第二次世界大戦の先行で7個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。